絶対そう。ここ どうせここです。はい、ちょっとすいません。ちょっと今緊急で動画撮ってるんですけど、ちょっとですね、はい、これは社内的にどうなのっていうのが来まして、はい、はい、こちらのメールなんですが、すいません。読みますね。見えないと思うんで、読みますね。はい、はじめまして、昔から動画をよく見せ、あ、すいません。挨拶だけいいですか。どうも、どうも、こんにちは。なんで、脱毛、全身脱毛して、に体中に猫の毛ついてんねん、アホ。よろしくお願いします。ちょっと緊急です。僕はあのカレーパン屋の社長の片岡がですね、はい、まあ頑張ってくれてるんですけど、はい、まあ、いますということで、でまあ野崎社長がおったりとか、まあスタッフいたりするんですけど、はい、片岡が今日あいつ予定は打ち合わせって言ってんやろ、はい、打ち合わせって聞いてるんです。それは社長役員みんな自由ですから、それは打ち合わせもあるでしょう、はい、ただですね、今こんな DM が来まして、はい、はじめまして、昔から動画をよく見させていただいております。いつも楽しい動画ありがとうございます。ありがとうございます。先ほど、新宿の牛ごろ S でカレーパン屋さんの社長ハテナ、一応ハテナです、わかんないです、はい、のスタッフの方ハテナみたいな、を見かけました。でご挨拶させていただきました。これ一般の視聴者が見かけたってことですね。あ、はい、でナホヤルさんもいらっしゃるんですか。いらっしゃるんやったら、まあ、挨拶したいですみたいな、はい、感じの、あの本当にもう命捨ててもいいぐらい大好きですってことです。最後ちょっと今のはちょっと付け出しましたけど、はい、で来てるんですけど、打ち合わせって聞いてるのに、どうもこれがほんまやったら牛ごろですば焼肉屋さんですよ、高いとこですよね。で、まあ、スタッフなのかだから知らんけど、そこで打ち合わせか知らんけど、はい、打ち合わせ牛ごろですでせえへんやろ。いや間違いないです。僕のこれ直感ですけど、すいませんスタッフだがって申し訳ないですけど、あいつ多分、はい、普通に仕事や言うて飯食ってる。でも確かにラファさんがいない時に、うん、なんか最近片岡さん、うん、すげえ嬉しそうにしてるんですよ。なんか楽しみにしてる感じなんですよね。あいつほんまに、これがもう事実やったらマジクビ。これがいやさ、カレーパン屋頑張ってくれてるよ、はい、最近もメニューライセンス始まりました、はい、FC もやってますって頑張ってくれてるか分かるけど、もしやで、もし最悪の結果な、いやまあそうっすよね、まだ分かんないですもんね。そう、まだ分かんないけど、嘘ついてなんか普通にご飯会食してるだけみたいな感じやったりしたら、はい、それはちょっとダメじゃないですか。いやそれはそう、ちょっと嫌な予感するから、これ YouTube のネタにもなるし、ちょっと乗り込んだろうかなと。今から新宿の方、今から急遽全部の予定キャンセルして行きます。ちょっと行きましょうか。ちょ、まだまだつけへんの？何待ち、これ信号？信号待たなあかんの？そうですね、信号って待つの？待ちます、待ちますね。あいつほんま腹立つわマジで。どういうことなん？いやマジで本当にわかんないです。どういうことなん？ほんまにあいつ腹立つな。誰といるんですかね、てか。いや知らんねん、それ俺もその情報が入っただけやから。あれそうっすよね。普通に来てはいますよって情報が。あいつ今日だってあれやもんな、普通にこれ場合は打ち合わせです言うとだよな、あいつ言ってましたね。何の打ち合わせで、ほんで牛ごろ S に行かなあかんの、あいつ。いや絶対、絶対おんなっすよ。あいつ、あいつほんまにあかんな。ほんとちょ、まだ信号。信号って待つん。ここにおるって状態に入っとんねん。あいつほんま縛るから。これいい方ですもんね。これいい方、いい方だよ、引っ込んだあいつ。久しぶりです。すいません、急でちょっと申し訳ない。はい。うちのカレーパン屋の社長に来てません、はい、という情報が。個人情報なので、そこはちょっとお伝えできないんですけど。完全に来てますって言ってます。いやいやいや、それはもうちょっと、奥ですか。いやいや、ちょっと、申し訳ないです。本当に、奥の方ですね。はい、わかりました。本当に、そう、ほんまに。何なんですか、マジで。ほんまに、見せよ、あいつ。どこ、この奥ちゃん。いや、絶対そう。絶対そう、ここ、どうせここです。びっくりした。お前めっちゃキモいやんけ。何してんの、ちょっとほんまに。何してんの。接待する。接待何してんの、ちょっとマジで。なんで、はじめまして。はじめまして。あ、聞かれたんだ、すごい。千夏さんですよね。あ、そうです。俺フォロー、え、なんで、なんかフォローしてたでしょ、それ見て。え、友達なん。いや、俺がフォローしてるの見て、何で、あれです、案件のお話。はい、今日嘘つけよ、お前。メニューライセンス絶好調なんで。メニューライセンス絶好調で、絶対こっち800万使えるでしょ。やばい、やばい、やばいよ。マジでやばい。お前やばいよ、マジで。いやいやいや、え、絶対こっちで800万あります。はい、年間ね、あります。で、で、で、今日まだ100万ぐらいなんで。もうじゃあお前こいつやばない。しかもなんか開けてますよ。飲ませていただきます。すまん、その顔は実物で。
からってきちゃいました。いやいや、可愛すぎるやろ。お前、僕も寄ってるんで。いや、あいつらめっちゃ怖くて。お前、マジで何してんの。情報入ったから。お前が。え、まさきですか。普段、くんづけやない。いや、本当に。女性の前が調子乗ってんの、これ。いや、でも、ランさん入れてきいつもそうなんですよ。キモい。何してんのお前、これ、え、何よね、これ今の、何、調子いいからっつって。それ、ミニライセンスかなりもう。で、これ、お金使って。はい。これ、仕事、仕事の話、何するつもりだ、逆に、それ聞いたよ、逆に。で、その営業のあれです。営業の前やってるじゃないですか。営業の、あれを聞かせて、あれ、営業、あれです、あれを聞かせて、あれを聞かせてくださいよ。あれを、あれで、一回よく言うね。一回やめて、ほんま、お前、あかんで、ほんまに。お仕事儲かってるんで、経済回していこうかなっていう。その、やばい。全然、お仕事の話してくれなくて。いや、やばい。絶対もう、あと何飲んでんのお前、ほんまにマジで。いやもうこの店で一番いいやつ。店員さんにこの店で一番高いやつください。コース全部、この店で一番いいやつなんて。腹立つわ、腹立つわ、マジで。マジでこの店で、ほんま腹立つわ。てか、トバさん可愛いとか、やめやめて。食べていいですか。食べて、食べて、食べて、俺が大人げないから。俺が悪いじゃん、フー出すなよ。やめてな、これじゃ、それじゃ。メニューライセンスと FC 陣って募集してますので。内容、内容だから。もうええよ、こいつ腹立つ。何だろ、腹立つ。何だろ、翼さん可愛いな。いや、めっちゃ可愛い。はじめましてよ。え、今日初めて？今日初めて。どうやって、なんか声かけた？何で？DM が何しよう。はい、DM 突然いただいて。お仕事の、お仕事の。まあ、業界やから、それ普通やな、打ち合わせやな。めっちゃ丁寧な部分だったんで。一応こいつ、一応エージェントやってるから、リアルに一応エージェントやってるから、ほんま、あかんで、そういうの。今日は、今日は、こいつ、ほんまあるんですよ、こんな怪しむことなく来ちゃいました。まあ、仕事の打ち合わせですからね、それは全然全然。カレーは儲かってるんですか。やばいですよ、マジで。ほんま、ほんと、後ろの方じゃん、S の方来てんねん。そう、いっちゃいとこ、誰が食べる、その肉。やばいっすよ、もういっちゃいいやつ持ってきてって言ったんで。こいつ、ほんま腹立った。これ、ほんま、ペドレス、これ、ペドレスですか。ペドレス、ペドレス。めちゃめちゃ高いやつ、多分。え、これ、ちょっと、すいません、いくらぐらいですか、これ。ほんま、マジでやばいっすね。お前、ほんま、マジ、英語禁止してや。まあ、待ってた、カレーパン儲かってんの。こいつ、なんか、マジで。もう、カメラ切ったと変わって、俺、翼さんと飲みたい。じゃあこれ、今おいくつなんですか。24です。女優さんですね。インスタグラムさんにさせていただいてます。わー、おいしそう。どうにかしたいな。いや、ほんとです。いや、もう、めっちゃ気分いいんで。いや、マジムカつくんですけど、ほんとに。この先輩なんですか、マジで。だって、ムカつくし、翼さん俺がいたかったのに。こんな形で会おうと思ったら、俺めっちゃ嫌なやつみたいになってるな、絶対な。いや、ほんとですか。いつもなってるよな、絶対俺。なってますよ。ほんましばくぞ。イメージめっちゃ悪いな。俺ほんま SNS 見ててフォローさせていただいてて、はい、たまにいいねとかもしてる。いいね、ほんまにそれだけしか知らんのに、こんな形で動画に出ると思わなかったわ。逆にこれ動画はいいんですか。すいません、勝手に回した、言いましたけど。はい、かわいい。はいだけでこんなに可愛い表現できる。いや、お前できるの。はいだけでこんなに可愛いです。お前、カメラの前、はい言ってみろ。はい、芝居だろ。芝居とか、うっさいな、はいやな。はい、まあ、食べる、食べる。食べますよ。私の知人関係でも、メニューライセンス気になってる。ほら、言ってる方いました。おっさんにそれ言われたの。800万いきますね。800万いきますね。まだも行く。こいつ、間違った。あ、そうなの。周りの知人の方の許可が気になるみたいな。カレーパンも食べるんですよ。カレーパン、はい、そうそう、メニューだけ下ろすっていうので、フランチャイズもやってたんですけど、メニューライセンスがここ伸びてまして、気になってるって言ってました。え、マジですか。いや、ちょっと悪いんやけど、ちょっと待って。はい、帰ってください。そうなるよな、そうなるよな。俺もう盛り打つけどずっといない。逆にな、俺がずっといない。もう取らねえよ、取れない。ずっといない。どうするのだっけ、俺らどうする。本当に、え、次これ僕やってもいいですか。全然、全然入手入ってきて。すいません、翼さん。じゃあ仕事の話はしてや。してます。メニューライセンス気になってるって知人の話聞いて、仕事の話をしてや。はい。でも、メニューライセンス、酔っ払ってるやん、こいつ。後ろ姿が昔やつ。酔っ払ってるやん。おかしくね。ほんと、お前、会長としたらおかしくね。俺、一応グループの会長やから。ほんで、
ングの手法もあんないですよ。え、マジで何なんですか。これもうラーメン帰ろうぜ。帰りましょう、本当に。すみません、まだなんか YouTube なんかまたちょっと相談させてください。ぜひ。今はインスタグラムと SNS 何やってられてるんですか。インスタグラムと YouTube やってないんですか。YouTube やってないんですよ。絶対やったもんね。絶対やったもんね。そうですか。TikTok やられてないんですか。TikTok ちょっとだけやってます。絶対やったもんね。やばかわいい。まあその話したんでしょ。バックスもそうなんですよ、俺やろ、今分野出た俺やな。お前カレーパンのことだって言っとけ。ちょっとちゃんとお前仕事取ってこいよ。じゃあ取ります。すいません、失礼します。すいません、店員さん申し訳ないです、本当に。すいません、もうこれ以上あのお金使わさせないでくださいね。はい、確かに。すいません、申し訳ないです、そんなの。もう帰ろうか、俺ら。行きましょう。気分悪いな。本当に、クビしましょう。クビやな、こいつら。すいません、失礼します。すいません、すいません。気分悪いな、あいつ。何なんですか。あいつめっちゃ気分悪いな。俺ら牛頃の方行こう。 S はもうこいつに行かれたから牛頃の方行こう。でもガイラ乗せてきます。ちょっとお店にも迷惑かけたんでガイラ乗せておくんで、ちょっとよかったら皆さん見てください。今日も気分悪いな。もうやってられないです。やってられへんな。めっちゃ可愛かったな。帰ろう。そんなことで可愛かった。すいません、お邪魔しました。あ、いや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 、申し訳ないです、なんか。いやいや、大丈夫です。もうあれ以上お金使わさせないでくださいね。いや、もう それは全然大丈夫なんですけど。いやいやいや、何入れさせてるんですか。いやいやいや、もうあのお客様なんで。突破されたから。そうですけど、そうです。個人情報